いやっちゃうよんー、ライドのでそこで、えー、今日もやっていくんですけど、今日はね、えー、まあ、クラロアではなく、えー、ですね、まあ、自分のことに関してね、ちょっと <laughs> お話をしたいと思います。っていうのも、えー、ですね、まあ、今までの人生、どう、こういう人生を歩んできて、今はこんな感じで、未来はこうしたいとか、ちょっと先は、まあ、えっ、ー、と、プロリーグだとか、まあ、5年後こうなりたいとか、そういうことをね、語っていこうと思います。 ってことでですね、とりあえず、今までの人生なんですけれども、僕はね、小学生から野球をずっとやっていまして、小中高と野球やっていて、それなりになんだろう、まあ、厳しいじゃないですけど、結構、うーん、そうですね、言い方をまとめるのが難しいですね。俺もうこれ何回も言い方まとめるのが難しくて、ちょっとボツってるんで、本当にまとめるのが下手くそなんですよ。なんですけど、ちょっとご了承ください、そこは。もう。 ってことで、えー、なんですけど、まあ、10年間野球やっていて、そうですね、本、え、当、っと、まあ、小ほんと決してうまくはなかったですね。決してうまくはなかったんですけど、まあ、小学生の時は、本当に結構、なんだろうな、やっぱ遊びとかを優先しちゃって、えっと、サボるとかってことは一切なかったんですけれども、まあ、平日は、えっと、家に帰って野球をするとかとか、練習をするのではなく、まあ、友達とね、外で。 結構なんだろうあのー、近くにね遊具がいっぱいあるところがあったんですよそこでもう一生ねなんか泥系とかほんと10人ぐらい毎日放課後集まって泥系とかを一生やってた泥系って伝わるかな多分地方によって言い方がまあ多分伝わるな大丈夫だ泥系は伝わるはず泥系とかをやってたんで結構そうですねまあ外で遊ぶのも結構好きでゲームとかはねあんまり小学生の頃はそんなにやらなかった気がしたんですけども まあそうですね結構まあ運動は好きで、まあ、野球も好きなんだけど、まあ、家に帰って野球をやりたいほどではないみたいな感じで、まあ、結構それもあって結構いっつもね、まあ、小中高ともうどちらかと言わなくてももうどちらかと言えばって要うるしかももうどちらかと言わなくても下手くそな方で本当になんだワーストサインを争う。 本当に何かこいつかこいつか俺の誰かが一番下手くそやろうなみたいなそんな感じのポジションでしたね俺はなんでえーなんですけどまあ人数が少なかったりまあいろいろなラッキーなこともあったりして小学生の頃は試合に出れてたんですねそうですねであとまあちょっと主力のね親2人がちょっと喧嘩して両方やめるとかいう事故 事件が、ね、あったりしてまあそれでギリギリ自分の悪がいて試合に出れたりとかお前ついてんなーみたいな感じのそういう人生を送ってきたんですけどまあ中学生はですねまあちょっとちょっと小学生よりはちょっと頑張ってまあ家に帰って練習もしてみたりして、まあ、まあそのかもあって中学生でも本当にレギュラーの中で一番下手だったんですけどまあ試合に出れてまあ最後の再会ではね、まあ、県大会に行ったりもして本当に中学生の時は一1日 ずっと練習していたんでまあ家に帰って練習はしていなかったんですけどまあ学校に行って練習もう本当に朝から晩までやっていたんでまあそれなりに力はついたって感じでしたねそうですねだけどやっぱりそこも家ではやることもなくなんでなんだろう本当に家でやってる人とはちょっとやっぱ差が開いちゃったって感じでしたねだから今までそのなんだろう勝つために必死に努力をまあ高校に関してはですねまあ話の途中で今終わっちゃったんですけど高校に関しては本当になんだろう 序盤の方はちゃんと行っていたんですけど中盤から結構やっぱ高校の友達もいっぱいできて遊びたくなっちゃって部活をサボって遊びに行くとかそういうことがね結構多かったですねなんでゲームにもハマって本当になんだろうもう月に1回休むのは当たり前でみたいな本当に2週間に1回ぐらい 休んでなんか友達と遊びに行ったりだとか、まあ、家でゲームをしていたりだとかまあそうですね高3に関しては高3の時にクラロア界隈の人とたくさん仲良くなったんでまあオフ会に行くためにまあ本当部活をサボったりだとかそういうこともねまあしていたりもまあありましたねそんなことはうんなんでえっと高校はちゃんとはやっていなかったですねでまあそういう結構まあ甘えてきてっていう感じで甘えて生きてきた のかなどうなんだろう。まあ親は中学まではマジで厳しかったんでなんだろう他の人たちは何なんなんのかな本当にもう中学生って大体結構門限がなかったりするじゃないですか。だけど本当に俺は6時までに家に帰らないとか言って行けないとか言ってその学年のみんなねえっと本当8時とかまで遊んでるけど俺だけ6時に帰らなきゃいけないみたいな感じがあったりしてまあ結構ねそこら辺までは厳しくなんだろう育てられてきたんですけど 高校に関してはね、本当に結構緩くなって、門、ま、限、あ、もなくなって、まあ、部活もね、そんなまあ、あんたの好きにしないみたいな感じだったんで、結構サボって遊んできたって感じでしたね。なんで、えっと、クラルワーほど頑張ったものはなかったですね、今まで。で、えっと、まあそうですね、だから野球に関しては、めちゃくちゃ努力をしてきたわけではないですね。本当に成り行きでやっていて、高校に関してはやるかも迷っていて、まあ、えっと、友達が、 でも部活に入らないと友達できないしなと思って部活に入って、まあ今その、まあ、部活の友達とかもできて、まあ結果ね、結果やってよかったなと思ってるんですけど、まあちょっとね、まあ無駄ではないですけど、ちょっとまあそういういらない時間とかも多かったのかなとは思いますね。って感じで、まあそれで、えっと、高校、僕工業高校だったんで、まあ、高校も卒業して、まあえっと、まあ、進路もね、 あの土木関係の仕事に就いてたんですよ、まあ、これまでは知ってると思うんですけど、まあ、そこの会社がまあなかなかに何ですかねまあブラックブラック、まあ、まあ世間的にはブラックって言われている感じなんですけど給料はその結構良かったんですよねなんですけどその分大体何だろう周りの倍ぐらい給料がもらえていてなんですけど、えっと、倍ぐらい働いていたんですねそう。 で、えっと、まあ結構高校で甘えてきた生き方をしちゃったんで、結構なんだろう、いきなりその遊び尽くしまくってからの社会人だったんで、序盤はめちゃくちゃ怒られることとか多くて、まあ当たり前なんですけど、多分ちゃんとした大人からしたら、俺は見てたら、見てるだけで多分イライラするみたいな感じだったんですよね、きっと。で、えっと、まあ、ひっぱたかれたりもしたすけど、まあそうですね、結構まあそれは俺が悪かったっていうのもあって、うん、なんだろう。 本当にね最初の半月ぐらいはなんだろうその場しのぎでもう多分死んじゃあるあるではないのかなだけどやっぱりその高校生気分が抜けなくて、まあ、今日終わったら終わったら家帰ってゲームして、まあ、友達と飯食いに行ってみたいな感じのもうなうん だったんで、まあ、仕事を覚えるとかよりもやっぱり終わった後のまあちょっと今週しのげば土日友達と遊べるから楽しみだなみたいなそういう感じだったんですねでそういうのもやっぱりちゃんとした大人からは結構見抜かれてあのー、お前みたいなやつより多分もうなんかちゃんとなんか頑張ってバイトしてるやつの方が真面目に働いてるよみたいな感じで言われて結構やっぱ自分では何だろう今までの生き方は結構。 なんかうまくやってんなぐらいな感じだったんですけどもうほんとクソクソだったクソだったなクソだったんですけどあのー、やっぱり大人からは全て見抜かれちゃってうんまあ自分の倍生きてる人たちなんでね本当に全部見透かされてお前こうこをこうやって適当にやってんだろみたいな見てなくてもわかんないみたいな感じで結構1時間ぐらいなんかもう俺の人生全てを否定された感じで怒られてうわーってもうでも本当に正論なんで何も言い返せなくてなんか今まで怒られて なんだろうへこむってことはなかったんですけど初めて人生初めてかな本当に怒られてへこんでわちょっとマジかみたいな感じになって、まあ、そっからね割と変わってなんだろう仕事関係のでもなんか結構頑張って自分から出るようになったし、あのーまあ、当たり前多分社会人として当たり前なんですけど自分は今までやってなかったですけどもう言われたこと一つ一つを、まあ、なんだろうメモして覚えてみたいな感じでその半年でね やっとな意識が変わってそこからは、ね、結構伸びてきてでその人をねもう俺がその人が人を褒めるの見たことないみたいな職長の人がいたんですけどその人からも、えっと、褒めてもらえたりもして、まあ、結構ねうれしかったですねそうですねでえっとまあちょっとそうですねまあはなその人の場合働いていたっていうのはまあ本当朝の8時まあしょ現場のお仕事ってやっぱり朝がめちゃくちゃ早いんですよ で俺も、あのーまあ、埼玉に住んでて東京に行っていたんで、えっとまあ、そこからだいたい1時間半とかかかるわけなんですね。なんで本当は朝5時とか毎週毎日ですね平日は朝5時とか4時半に起きて、まあ、その5時半とかに家を出て、まあ、電車であの通勤しに行って7時ぐらいに、まあ、あっちに着いてそうですね、まあ、その全員の,あのなんか書いたりとかしてしながらちょっとまあ朝飯を食べつつみたいな。 で8時から、えっと、5時まで仕事をしてで5時から11時まではちょっと休憩夜の11時ですね、まあ、6時間は休憩っていう感じで、まあ、ちょっと、ねあのーまあ、寝る時間とか飯食う時間、まあ、自分の好きなことをやる時間っていうのがあってで事務所みたいなところで寝てまた11時から5時まで働く働いてそれでまたなんだろう本当にあこういうこと、まあ、そうですね、まあ、自分の人生の話なんで5時まで働いて で、その5時からまた朝8時まで3時間があるんで、その時は本当にめちゃくちゃ眠いんで、もう飯、たまに抜く時もあって本当に、多分良くないんですけど、体を使う仕事なんでね、で飯を抜いてでも寝たいと思って、まあ、そこで大体まあ飯食って、まあ2時間寝てで、それでまた8時間働いてみたいな、結構そういうサイクルが多くて、本当にやばい日だと、やばい週だと、平日、この年では多分本当になんだろう、18歳っていう年では、 ほんと全国の18歳をかき集めても上位1%ぐらいの多分厳しい苦しい環境だったと思うんですね多分っていうなんだろう自負しているじゃないですけどと思っていて自分では多分な18歳史上を本当に結構厳しい生活だったと思うんですね平日は本当に忙しい週だと1日しか家に帰れないみたいな他は全部泊まってしかもその なんですかね、まあ事務所が一つしかないんでまあ自分一人で寝れるわけではなくその6畳ぐらいの部屋のところでまあ自分と、えっとまあ、上司の人と一緒に寝なくてはならないとかねまあ中にはやっぱりその結構、ね、いろんな考え方の人がいるんでそのやっぱり 気を使わななきゃいけないけ自分だけの部屋ってものがないんでねそういうのも結構苦しかったりして、まあ、ですけど結構励ましてくれる先輩とかもあって結構ねまあ自分自身も人間としてですねその1年だけでクソほどなんだろう成長したって思っていてまあ多分その自分のね親ぐらいの年齢の職長さんからしたらまだ俺なんかもうクソがクソクソクソガキだと思うんですけど多分まあでも、まあ、同じ同年代の中ではかなり成長したとは思うんですね でそれもあってで自分はちょっと仕事がそのなんだろう寝れないし長い時間働かなきゃいけないし家にも帰れないしなんかお金はいっぱいもらえるけどもう使う時間がないみたいなで土日はもう本当に金曜の夜勤までやっていて、えっと、朝5時とかに終わるんですよ。 なんかなんだ事務所の掃除とかまあ自分が使っていなくても掃除をしなきゃいけないみたいな感じであってまあ自分のね事務所の掃除とかもしてえっとまあ6時とかかなに家を出てまあ時ぐらい朝の8時ぐらいに家帰ってもう友達と遊びたいけど眠すぎてもう爆睡してでもう夕方になってて土曜日が潰れますで日曜日に友達とやっと遊べるみたいな感じで,で日曜日に遊んで「はい」っつってまた月曜の朝からなんでまあに友達と遊べるって言っても もう本当に夜9時とかには解散して解散してなくても俺は抜けてで家に帰って11時ぐらいには寝てでまた朝4時半とか5時に起きて会社行ってまあ1日しか平日家に帰れなくてっていう生活をずーっとやっててそうですねなんでまあそれなりに貯金とかできたんですけどまあ自分は結構きつくてでもなんだろう伸びしもう俺に俺自身に何もなかったんで本当に頑張ることすら最初はしなかったんで伸びしろしかなくて結構なんか 覚えることも多かったんで、教えてもらえることとかね、覚えることも多かったんで、やっぱ自分がちょっと頑結構頑張っていたんで、まあ、そういう姿も結構見てもらえて、まあね、頑張ってるから教えてやるよみたいな感じで、えっとまあ、仕事とかを、ね、教えてもらえる機会も増えて、結構ね、楽しかったですね。本当に、行かれた環境ではあったんですけど、あのー、仕事をふ覚えれることが多すぎて楽しかったですね、あの頃は。だから、なんだろうな。 そうでですねで本当にその仕事とかをやめる気は本当にさらさらなくてもう本当なんだろうこの仕事で一生やっていくかもしれんっていう覚悟をしていたぐらいだったと思うんですねで親からももうめちゃくちゃ多分本当にこの動画を見ている人の中で子供がいる人がいたら多分気持ちがわかると思うんですけどあの親からは超心配されてやめた方がいいんじゃないの今の仕事ってめちゃくちゃ言われたっすね正直。もう平日は 1>, 1, 回しか家に1日しか家に帰れないくて、もう自分の親がね、もう親が自分は家に帰ってきて夜疲れたって言ってる間も自分の息子はまだ働いているって考えると多分気が気じゃなかったと思うんですよね、本当に。まあ親の、ちょっと過保,保護ではないですけど、まあ結構大事にされ,たされてたのかなとは思うんですけど、結構頻繁に LINE が来て、あんた大丈夫、死んでないみたいな。で、俺も LINE する元気とかなかったんで、基本的に自分からは連絡しなかったんですよ。だから、 なんか息子が、親からしたんですよ、息子が仕事に行って4日間家に帰ってこなくて返事もないみたいな、死んでないってなるんですよ、そりゃ。何も LINE もないんで、死んでないってちょくちょく LINE が来て、あ生きてる大丈夫だよみたいな感じで、結構、体をね、肉体労働であったんで、体を使う仕事であったんで、めちゃくちゃもう結構疲れて、なんかそれどころじゃなかったですね。なんで、そういう人生を歩んできて、そうですね。で、えっと、まあ、本当きっかけは、プロリーグに。 プロ選手になれたらいいいなっていうのはちょっとだけあってちょっとだけね予選とかにも参加して20勝はしたんですけどえっと、まあ次のトーナメントみたいなのに落ちちゃってまあ参加できなかったんですねだけど自分はたまたま運が良くてそのフチと仲良かったんですねでフチと,とは同じクランでえっと、クラメンでもあったんでで、結構長い間フチのクランにはいたんですよなんでフチもまあ多少なりとも自分の俺のね実力は認めていてくれてなんでえっと まあそれはあの自分の,そのポノスのねえっと上司の人にえっと自分よりもしかしたら強くなれるやつがいるかもしれないですみたいな感じで紹介してくれたらしいんですけどなんでフチが救われたっすね多分人生をねうんまあフチにちょっとあんまこういう話はしないんですけどまあそうですねフチに誘ってもらえて俺はまあ悩んだっちゃ悩んだんですけど ままあ俺は19だし、ま、だしやりたいことも見つからないんですよもう仕事を辞めたいって思った時もやりたいことがないんでやろうと思ってたら気づいたら結構楽しくなってたみたいな感じだったんで,でそこで初めてクラロアのプロリーグに自分がなるかもしれないって考えた時に、まあ、もしかしたらちょっとなりたいなって思ってで口にならないかって言われてでな,れなりたいって言ってで土曜日にその判定をされてで日曜日ぐらいにですねそのポノスの人と会話電話で ツアーをしたんですよで電話で会話をしてその後かな木曜日ぐらいかなによしじゃあ決定しますってなってえマジっすかこんな急でいいんすかみたいな感じででも土曜日とかには何だろうその自分の職長になん最初はですねやっぱり自分もプロゲーマーっていうのがちょっと周りからは理解されないだろうと思って恥ずかしくてでポノスはあのー なんだろうゲーもともと「にゃんこ大戦争」っていうめちゃくちゃでかいゲームを作った会社なので、あのー、もうゲーム制作会社ではあるんですよそれは本当でだから嘘はつくのは良くないけどプロゲーマーっていうのはもちろん土木の仕事とはね真逆の職種なんで、まあ、ちょっとね隠したいなっていうことがあり まあちょっとそうですね隠しつつまあゲームを作る仕事に就きたいので自分のやりたいことをやるのは一番かなと思ってなので今の仕事を辞めますって感じで伝えたんですねそしたら「えマジで?」って感じだったんですけどまあ最近お前頑張ってるしこの調子で頑張れば何だろうもうお前なら多分いけるよっていうその職場の人に言われて「お前頑張ってたもんな」みたいな感じで言われてそのあんまり本当に人を褒めない人なのに。 ななんかそそうう言っっててもらえたににマジ泣きそうになって本当にでだけどやっぱりそれだけが本当に頑張ってたと思っててそれも見てもらえてたっていうのがすごく嬉しくてだから次の職に行っても頑張ろうと思ったんですけどそうやってちゃんと褒めてもらえた時にやっぱ嘘つくの嘘ではないんだけど、まあ、嘘っちゃ嘘じゃないですかプロゲーマーっていうのは隠してはいるんでなんでやっぱりちょっと経たった時にあの自分そのゲーム制作会社に入るのは本当なんですけどゲーム制作会社の、えっとまあ、プロゲーマーっていうのをやる。 っていうこういう色々ねこういういなんか作ってる会社その会社が作ってる会社ではなくてスーパーセルっていうゲームのこういうゲームをえっとやるプロゲーマーになりたいのでやめますってことを伝えてえマジでって感じだったんですけどもうなんか逆になんか正直に伝えたら応援しててくれてうんなんで結構やめる時はそのまあ今月いっぱいでやめますって感じでまあ迷惑かけた。 かもしれないですけど、まあえっと、2週間ぐらい辞めるって伝えたから2週間ぐらいはその職場で働いてから、まあね、ちゃんとした形で、まあ、社,長社長にもねちゃんと挨拶しに行って、えーまあ、ちゃんとした形で辞めれたのかなとは思いますね。でしかもその社長とかにもそのもし、まあ、あれ何かあったら戻ってこいよとか言われたりしてなんかその自分がの頑張りとかが、ね、認められてたったのがすごく嬉しかったですね。 でそれでそこから、まあ、プロゲーマーになってほ、まあ、本当にめちゃくちゃ練習して、まあ、みかんさんとかにも手伝ってもらったってのもあり、まあ、シーズン1もね優勝できて本当に嬉しかったですねでシーズン2も本当に結構いい成績で、まあ、ローラの加入もあり、えー、いい成績で終えれてそれでまあプレーオフまでいったんですけれども本当に 結構頑張っててて練習したんですけど全然勝てなくてでプレイオフに関してはバンカードの使用もありもう大荒れも大荒れで俺のメンタルも,も,うこ,んなもうこんなんなってもう,本当にもう死んでましたね本当にあの時はで、まあ、大荒れも大荒れで、まあ、そういうこともありで,でもこれの経験を、ね、活かして、まあ、プロ世界大会で頑張ろうつってこの同じ失敗はしないと思って世界大会までに本当に猛練習ですね本当に3週間あっても1日もなんだろう 本当にずっと練習していてもともと入っていた予定とかもちょっとやっぱあの世界大会に集中したいんでとか言って、まあ、相手からしたら困っちゃうっていうか、まあ、あれの話かもしれないですけど本当に世界大会に集中しようって言って、まあ、めちゃくちゃ練習したまですね。 やっぱロイヤル選手だけには勝てなかったですね。本当に、多分練習量で言えば間違いなく、まあ相手の選手がどれだけ練習していたかは見てないですけど、練習量で言えば間違いなく俺の方が多かったと思いますね。なんだけど、やっぱりなんだろう、世界で活躍してるプレイヤーっての壁はめちゃくちゃ高くて、やっぱりうちのチームでもロイヤルはミカンさんしか倒せないと思うし、うん、だからなんだろうな。で、ローラも次の試合に出て、結構ボコボコにされて、 あの乾杯って感じでやっぱり世界レベルのななんだろうな強かったですよね、本当になんだろう壁を感じたってことは今まではなくて、マンオン GP 選手とかにも自分よりは上手かったですけど勝てない相手ではないっていう感じだったんですけどなんかロイヤル選手に関しては本当にいいデッキを選んでも勝てるか不安っていう感じで今まで用意してきたデッキすべてを当てても絶対に勝てるっていうビジョンが見えなかったんですよね。なんで 本当に、何ですかね、まあ世界大会のけば、壁はね、けばじゃね壁は厚いなと思いましたね、あの時。なんでね、まあそれで今後、クララリーグなんですけど、まあ、えっと、いつ、 とかは発表されてなくてでもやるってこと自体決まってるらしいんんでですよねなんで自分たちの目標も次の世界大会絶対に優勝するって目標もありまあね今後クラロアを頑張る理由もねちゃんと全然あるんでまあクラロアをね頑張って本当に世界大会を目指したいなと思いますね。なんで本当まあそうですねまあ長くはなっちゃったですけどこんな感じですかねあとはそのまあ練習に付き合ってくれた そうですねまあ他のチームだったらもうほんと全部のチームが俺らに世界大会前、ね、応援してくれてデトネは、えっとまあ、ルイスとかを、まあ、筆頭にですけどその情報集めを、ね、結構やってくれて自分たちが情報集めは本当やらなきゃいけないんですけどその分あのデトネがやってくれたんで、まあ、自分たちは練習する時間が増えたって感じで,でゲームウィズとかは 2V2 も 1V1 もあのめちゃくちゃ練習してもらえて 2V2 は瞬経憩。 とかにお願いして、まあ、1 1俺は特に KK にね、お願いしてもう毎日毎日やってもらって、でファブに関しても 2V2、1V1 両方やってもらって、まあ、俺は KK とラットに本当に毎日あ今日できる、今日できるって言って、えっと、日程を、まあね、週の初めとかに聞いて、まあね、行ける日に全部やってもらって、そういうのもあって、まあ、KK に教えてもらったロイジャイで世界大会で一生できたりだとか、まあ、そういうこともあってね、本当になんだろう応援してくれたんですよね。で自分が 負けて自分の同じ地域の人を応援するって結構難しいことだと思うんですよ。だけどそこの本当に向こうから何かあったら絶対あの応援するんで,で練習も付き合うんであの声かけてくださいって向こうから言ってきてくれてゲームイーズとかファームとかもね。本当に嬉しくてだから俺らもそれに甘えて結構練習してもらったんですけど、まあ、その回もあり、まあ、一戦だけはね突破できたってこともあって本当に嬉しかったですね。なんで でチームに関しては、まあ、ローラもシングルめちゃくちゃ強かったし、うん、なんか5勝0敗ってね、本当にできることではないんでね、めちゃくちゃ強かったし、ンちゃんも 2v2 輝いていてで、フチも普通に、まあ、シングルとかでは結構成績は出せていなかったんですけど、やっぱりその選手として出たいっていうのを押し殺して、あいつ絶対プライド高いと思うんで、選手として出たいってなのがあったんですよ。だけどそれを押し殺して、自分が調べる側に回るっていう感じで、やっぱりその、 知らその決断は俺には絶対できないですね、あのー、間違いなく俺には絶対できない決断であって自分はもう俺は本当出たい出たいが強すぎてなんだろうチームの中でも争いだと思っててそれは違う他の人からしたらねそれは違うかもしれないですけど俺は絶対に試合に出たいんでその試合当日になったらもう相手選手 と対決するけど試合まではそう自分のチームのシングルの戦いだと思っててだから俺はローラより強くならなきゃシングルに出れないんでローラより強くなるためにめちゃくちゃ頑張らなきゃいけなかったんですよってことを考えて俺はシングルで絶対出たいからって言って毎日毎日みかんさんと KK とあのラットにお願いして毎日練習をしてもらって出れたって感じだったんですねなんで本当にチーム内でも争いだと思っててっていう考えを持ってる俺には 自分がサポートに回ってチームが勝つためにっていう選択はなかなかできなくてそこはやっぱり口のその勝ちにこだわる精神っていうのが俺より上だったのかなって思いますねなんでなんだろう人それぞれその適材適所っていうのはあるっていうのはもちろんもう全員わかってるとは思うんですけどなかなかその行動を実行に移すっていうのは本当に難しいことだと思うんであそこでサポートに回れる口っていうのは本当にすごいと思いますねで まあ、みかんさんも、俺が言った時はいつも練習付き合ってくれて、もうそうですね、やばいですね。もう何,何千時間練習してもらったんだって感じで、本当に何だろう、会話もしてないチャットが1日で、本当、一番上が8時間前とかになってて、百戦してるとか、もうありえんすよね。まあ、俺だけの試合じゃなくて、口とかも、まあ、ローラとかもシングル練習していたにしても、本当になんか一番上が、もう試合でずらーっと百戦とか並んでて、やべえなみたいな感じだったんですけど、まあ、そんな感じでね、本当に。 なんかうーんかそうですねそういうこともありでもやっぱり勝てなかったんで、まあ、このね期間また練習してね勝っていきたいなと思いますね本当にでなんですけど自分の未来の話ですねこれは今、えっと、過去と今までで今までっていうかちょっと先の話ですね今年は、えー、世界大会優勝したいっていうのを目標に頑張りたいって思うっていうのと、まあ、この5年後どうなりたいかっていうのは、えっとまあ、正直 もうクラロアがどうなってるかもう5年後もしかしたらですよもしかしたらもうクローズして廃止されてるかもしれないですし、まあ、まだまだ今みたいにねもうバーンって伸びてるかもしれないっていうそこにはそこはね俺には全くわからないところなんですねなんですけどスーパーセルっていう会社はめちゃくちゃ俺らそのクラロアとかそうですけど、えっと、ストリーマー、まあ、YouTuber のことも結構大事にしていてくれてまあ本当のクラロアのワコンっていうのはなんかもう配信する人が誰もいなかった いいなななかったた時だだと思うううみたいな感じでそん,なんだろうもう配信者全員に「あこのゲーム無理だ」っつって愛想尽かされた時が本当の終わりだっていう考えを持っていてすごいですよなんか普通だったらもうなんかリリースしてなんかそのもうシステムが終わって課金する制度がもうなくなりすぎてなんか収益が取れなくて廃止するとかそういうのが普通の俺ら 俺からしたら、俺みたいな一般人からしたらそういう考えなんですけど、やっぱスーパーセルの人は、本当に配信する人が誰一人いなくなったら、もう本当のオワコンだなって思ってるとか言っていたんで、なんかすごい大事にされてるなって思いますね。だから、そのスーパーセルとは本当になんかすごく今後もやっていきたいと思いますし、そうですね、スーパーセルのゲームを今後もやっていきたいと思いますね。なんで5年後に関しては分からないですけど、こうなりたいっていうのはあって、まあ本当に大きな、 なんだろう。まあ自分だけの話すだけだね。0円なんでちょっと自分だけのね目標は本当になんだろう。YouTube をやってこのまま続けていってあのー、自分の目標はゲームの実況者っていうのも結構、まあ、ゲームの実況者としても俺はまだもう PayPay ペペの Pay の Pay の Pay なんで、まあ、全然その一人前じゃないんですけどゲームの実況者としても結構もうその一,万一人前になって俺はあれですね。 なんか、清清さんみたいに、なんだろう、もう自分がバンジージャンプを飛ぶ動画とかを、えっと、YouTube に上げれるようになりたいですね。そうですね。なんで、なんだろう、ああいう、今、結構有名な、まあ、チャンネル登録者100万人ぐらいいる人とかみたいに、ああいう自分たちが、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、バカなことをやって、まあね、周りを、何だろう、笑顔にさせるじゃないですけど、なんか難しいけど、まあ、そういう感じのね、 あの5年後にはそういう感じになりたいと思ってます。5年後の、まあ、未来の話ですね。は、えっとまあ、YouTuber として、その、いろいろなことを、ゲームもそうだけど、いろいろなことをやっていきたいっていうことを思いますね。なんで、えっと、そのためにも、やっぱり頑張らなきゃいけないなと思って。で、自分の中でも、やっぱり、その、1年と1ヶ月働いてた土木の仕事っていうの経験はめちゃくちゃ多くて、多分考高卒だったら、ここまで、 あのまあ、そこまで俺が今登ってるか分からないですけどここまで結果を残せていなかったと思うんですよね。本当に頑張るってことはあんまりしてこなかったので、えっと、今考えればきつい環境ではあったけど土木の仕事は本当にやっていてよかったと思いますね。うん、でしかもその仕事を辞めた俺に対してもその前の仕事の。 あの先輩だった人とかにも LINE で「世界大会出るんかお前」とか言ってもらえたりそのアジアで優勝した時も「おめでとう」ってめっちゃ LINE してきてくれたりしてなんか陰ながら応援してくれてるっていうのがすごく嬉しくてなんでなんかいい人たちだったなっていうのと本当にその頑張るってことを覚えれたなんだろう前の職にも感謝したいですね本当にただやっぱりもうきつすぎてあの環境に戻れる気はしないので。 本当、んなんだろうな。まあ、YouTube をね、頑張って、もう成功したいなってい思います。ってことで、えー、まあね、まあ、過去、今、未来に関して話してきたんですけど、こんな感じですね。めちゃくちゃ長くなっちゃったっすね。30分はやばすぎな。まあ、本当、寝る前に、画面とか、俺の実写しか映ってないんで、あのー、もう、寝る前に、このベッドにね、携帯だけポンと置いて、まあ、BGM 代わりにでもね、ちょっと聞いてお、 もららえたらままあ、ま嬉しいいなと思いますね、まあ、長くはなっちゃったんですけど、まあちょっとこんな感じで思っているんで、今年こそは絶対に世界大会をね、優勝したいと思ってるんで、応援よろしくお願いします。ってことで、えー、今日はこんな感じで動画を終わります。まあ毎日、今日もね、ちょっと時間遅くなっちゃったんですけど、まあ毎日動画を、統合頑張っていますので、えー、まあ少しでもいいと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、今日は本年で終わります。お疲れ様でした。